小学生ソフトボールチーム赤江ファイターズ。元気いっぱい、笑顔あふれるチームです。チームプレーももちろん大事なんですけれども、各個人の気持ちの強さ、積極的な思いっていうのが私は大事なんじゃないかなと思っております。全国で準優勝もしたことがある強豪チーム、強くなりたい思いは先輩から後輩へ。声出しと元気と礼儀を忘れないでほしい。一人だけじゃ本当勝てないから、みんなで協力することが大事。後輩たちに勝つ喜びを教えていきたいです。仲間を信じて、みんなで一つの目標へ、真っ向勝負。約束にまっすぐ、県民共済。